皆様、こんにちは。プロレス動画維新運実況の若林です。現在世界のプロレス界には、数多くの団体が存在します。日本でも、多種多様な団体が活動し、以前のような大きなメジャー団体だけが認知されているという状況ではなくなってきています。個人の好みに合わせたプロレスを楽しめるようになりましたよね。昔も、そういった団体はあったのですが、特に、アメリカではメジャー団体である WWF、NWA、AWA という3つの団体が大きな影響力を持っていました。そして WWF、NWA は知っていても AWA は馴染みが少ないという人が多いと思いますが、日本にも縁が深いこの AWA の歴史を代表するチャンピオンと、それにまつわる事件を本日は取り上げてみたいと思います。まず、AWA とは、アメリカンレスリングアソシエーションの略で、1960年バーンマニアによって設立されましたが、もともとが NWA のプロモーターでもあったガニアが、ミネソタ州のプロモーターを引き連れて、東部地区を中心として、脱退、独立し創設した団体です。バーンマニアが、プロレスラー兼プロモーターとして団体を引っ張り、一時は、巨大組織である NWA に次ぐ勢力を保つも、看板レスラーの引き抜き、WWF のメディア戦略による構成の前に、1991年活動中止を余儀なくされました。日本にも馴染みがあり、ジャンボ鶴田とマサ斎藤がチャンピオンとなっています。そしてブレイク前のハルク・ホーガン&レザ・ジャイアント・ロード・ウォリアーズもそうですが、AWA のレスリングスクールであるガニアキャンプの参加者にはリック・フレアやリッキー・スティムボートもいました。これだけのメンツを揃えながらどうして AWA は衰退してしまったのでしょうか。次に触れる AWA ヘビー級王座のごたごたを見ると納得できるかもしれません。 AWA チャンピオンの長期保持者はバーンガニアでした。 AWA チャンピオンは歴代で38代、30年の歴史の中でも少ないような気がしますよね。最多保持、最長王者はもちろん帝王バーンガニアです。チャンピオンを見るとガニア、ニック・ボックウィンクルをはじめ、ジャンボ鶴田、マサ斎藤の他にもスタン・ハンセン、カート・ヘニング、エリック・リソワルスキーなど渋くヒール系のレスラーが揃っているのも特徴です。そして AWA は初代チャンピオンが2人いると言われています。初代チャンピオンが2人とはまともな感じではありませんが、これには事情があります。AWA チャンピオンには3つのベルトが存在し、バーンガニア、ニック・ボックウィンクル、ジャンボ・鶴田が巻いたミネアポリス版となります。問題のベルト大浜版、カール・ゴッチが巻いたボストン版が存在して、それぞれに歴代王者がいるのです。これが複雑にしている要因で、現在の解釈では地方ベルトという認識となっています。そして、2人のチャンピオンは誰かというと、1人目がパットオコーナーで、2人目がエドワード・カーペンターです。はじめに、オコーナーは AWA 発足当時は NWA 王者であったのですが、AWA サイドから勝手にチャンピオン認定されて、形としては統一王者となりました。バーンガニアによる NWA への当て付けのような感じもあります。その後、強引な指名試合の要請にオコーナーが応じなかったために王座剥奪となります。この剥奪されたベルトがミネアポリス版で AWA チャンピオンといえばこちらになります。次に、カーペンターの場合はもっと複雑で、AWA 発足前の1957年 NWA タイトルマッチ戦で、ルーテーズと対戦して勝利し、王者となるのですが、それに不服とするルーテーズ派のプロモーターが認めず、ルーテーズを王者とします。しかし、カーペンター派のプロモーターも不服として、カーペンターを世界王者認定します。では、なぜ、これが、AWA の初代チャンピオンにつながるのかというと、オハマ版ベルトとミネアポリス版ベルトの地区が近いこともあり、統一戦として何度かダブルタイトルマッチを繰り広げていたことも一つの要因です。そして、1963年にオハマ版王者であるエリックにミネアポリス版王者バーンガニアが勝利して統一したことで、
こちらも AWA 王者の歴史に乗ったという形になりました。その後3本のベルトは統一されたのですが、マニアは AWA の初代王者はカーペンターと雑誌の取材で発言したことも勘違いの元にもなっております。そして AWA を語る上で欠かせないのがバーンマニアの他にもニック・ボックウィンクルがいます。1934年生まれのニックは当時ダーティーチャンプと言われたのですが、反則負けやリングアウト負けでは王者が移動しないルールのために試合終盤危なくなったら反則負けで王座防衛という試合が多いことも評価の拍車をかけていたようです。ルールに守られたチャンピオンという評価がありましたが、ニックの名言である相手がワルツを踊れば私もワルツを踊り、ジルバを踊れば私もジルバを踊るという言葉通り、相手に合わせながら挑戦者の長所を引き出しつつタイトルはうまく防衛する、よほどの技量がないとできません。それを端的に表したのがジャンボ鶴田との日本でのインターヘビーダブルタイトルマッチで、 PWF ルールでもあるあらゆる形で王座移動するということで鶴田がベルトを奪取しましたが、後のアメリカでのリターンマッチでは鶴田が暴走の上反則負けという苦肉の防衛策を取ったので、ニックの強さを認める発言もしています。リングを降りるとダンディーな紳士であったニックはオーソドックスなテクニシャンであったのです。皆さんお気づきかと思いますが、ニックのこのスタイルはあのリック・フレアに受け継がれていきました。ハーリー・レイスやボブ・バックランドとのダブルタイトルマッチなど団体を背負い立ったかったニックはまさしく AWA の顔でした。ダーティーチャンピオンは AWA というよりも当時のアメリカの団体のカラーであったのでしょう。そしてスタン・ハンセンベルト破壊事件から AWA 崩壊へ。スタン・ハンセンといえばあまりメジャータイトルやアメリカのメジャー団体には縁がなかったようですが、 AWA チャンピオンになった時期がありました。これには事情があり、ジャンボ鶴田が AWA ベルトを奪取、これにより日本でのマネージメントができると踏んだバーンガニアですが、 AWA の特色であるダーティーチャンピオンにジャンボ鶴田はなりきれず、かなりぎこちない試合運びでした。さらに全日本を主戦場としている鶴田がチャンピオンだとアメリカサーキットも難しい。そこで AWA は方向転換として若いイケメンのリック・マーテルに白羽の矢が立ちます。レスリング出身のマーテルは有望株であり、団体の期待通り鶴田からベルトを奪取します。しかしこれが崩壊に拍車をかけたのは皮肉でした。マーテルはベビーフェイスで支持を集め新たなファン層を広げる予定が、今までのチャンピオンと比べると圧倒的に技量が足りませんでした。リック・フレアとのダブルタイトルマッチをするなど期待はされたのですが、あまり好転しない状況に焦った AWA はマーテルに見切りをつけて新たにスタン・ハンセンをチャンピオンにします。ここにダーティーチャンピオンスタン・ハンセンの誕生です。マーテルとのタイトル戦も反則気味のボストンクラブでのフィニッシュでした。これでハンセンがアメリカを主戦場にしてくれればよかったのですが、ハンセンの主戦場も鶴田同様にあくまで全日本プロレスでした。そこで AWA はまた強行策に出ます。それはニック・ボックウィンクルとの指名試合です。例のごとくこの試合を飲まなければハンセンは王座剥奪という状態です。しぶしぶニックとの試合にカナダに向かったハンセンですが、前日の試合での反則暴走を理由に会場から締め出されます。そしてなんと王座剥奪、さらにニックを新王者としたのです。これに怒ったハンセンはベルトをトラックで引き破壊して AWA に叩きつけました。ハンセンはジャイアントババにもこのことを相談していたようで、ババは AWA にこの時点で見切りをつけていたと思われます。裁判問題にも発展しそうでしたが、それ以上の揉め事はなかったようです。ここまでをアングルと見るかは難しいところですが、意外にかわいそうだったのは新王者となったニックでした。思い入れのあるベルトを破壊され
自分で修復するも元には戻らず、さらにカーとヘニングに敗れた後は表舞台から消えていきました。 AWA は全日本プロレスとの関係も冷え切り、王者として来日したカーとヘニングもタイトルマッチをしたのですが、当時若手であった三沢タイガーマスクとの対戦でメインではなかったというおまけ付きであります。さらにリングアウト負けの王座防衛とかつての権威はどこかに飛んでいきました。その後はマサ斉藤がベルトを巻き、新日本で防衛戦をしましたが、状況が良くなるわけでもなく、とうとう1991年活動停止を余儀なくされました。 AWA の失敗はスタンリー・ブラックバーンを会長としていましたが、実際はバーンマニアのワンマン組織であったことも衰退の要因の一つであったとも言えます。オリンピック選手をリングに上げたり、若手育成にも力を発揮するも、プロモーション力が足りなかったのかもしれません。なかなか闇の深い AWA の歴史であります。それでは今日はこの辺で。皆様ご視聴ありがとうございます。